皆さんこんにちは、無双会の荒垣です。また前回に引き続き YouTube のコメントに師範に回答していただきたいと思うんですが、歴史についての質問、空手を沖縄に伝えた人の名前の中で一番古い名前といえば空山空だと思います。この人間のことについて質問があります。確かに高僧君と呼ばれる人間が来たのは事実ですが、高僧君の方が移入したかどうかは別だと思います。もちろん本人が伝えた可能性もあるかもしれませんが、沖縄における彼の弟子が創作した方に師匠の名前を付けたかもしれませんし、直接関係のない人が高僧君の名にあやかって付けたかもしれません、という、ご質問です。荒垣師範は高僧君という人物と高僧君という方につながりがあるとお考えでしょうか。これは非常にいい質問であり、答えるのに非常に難しい質問でもあるんですよ、はい、なぜかというと、高僧君、空山空の名前は沖縄側の歴史ではなくて、はい、これは日本本土、はい、土佐藩ですね、四国ですか、はい、大島筆記に出てくるわけですよね、はい、すなわち、今ちょっと忘れてますけど、土佐藩の学者であった、すなわち沖縄の海戦が難破して、はい、そして土佐に流れ着いて、そこでのまあ取り調べなわけですよね、はい、あの漂流民というのは一種の、取り調べないといけないから、その時に土佐藩では学者を出してるわけですよね、はい、それで聞き取りをしてると、そこから高僧君、空山空という名前が出てくるわけです、はい、そしてその筆記の中には正し書きみたいな感じで、これは名称、すなわち人の名前というよりは名称というか高僧であると書かれてるわけですよ、はい、でかつ筆記ですから、高僧ですから漢字では書いてないはずなんですよ、はい、すなわち言った、はい、証言した人間が漢字で書いたわけではなくて、証言した人間は言ですから、言葉で言ったのを学者が漢字筆記に直した、聞き取りした人間の予測した字でしかないと、はいはい、そう、そうです。ですからそれは漢字表記はどういうものかっていうのはやっぱり謎だったわけです、はい、でもこの筆記ということが沖縄側からとしては歴史を語る上で非常に確固たる証拠にもなれる場合があるわけです、はい、どういうことかというと、沖縄側が空山空を言ったわけではないわけですよ、はい、来たと、第三者がある日本本土、はい、まあ、四国ですけどね、の人間が、空山空という、ね、人間が来て、彼が何か武術を見せたと、中国武術を、はい、ね、うんうん、すなわち弟子を多数引き連れて、うん、弟子というのはまあ当時ですから、弟子を引き連れて沖縄なんかに来れるわけないわけですよ、はい、ならばそれはどういう連中かというと、やっぱり軍人さんだったと思います、はい、すなわち殺風士、うん、琉球国王に王冠を賜る殺風士ですね、それの護衛に来た連中ですよ。そうじゃないとそれだけ多数が沖縄に来るわけがないし、来れるわけがない。すべて昔は公式ですから、公の死ですから、はい、昔はですから、その記録が沖縄側で空山空という人が学んだよというわけじゃなくて、空山空というのがいたと、はい、来たと。それと沖縄側にはそれも知らずに、別に大島筆記があったから沖縄で空山空という方ができたわけではなくて、時代背景を見てみた場合、わかりますね、近代の時代背景を見た場合、昔からこの方は空山空という名前で伝わっていたという方が残ってたわけです、わかりますね。別に沖縄大島筆記を読んでこれをやったわけではないわけです、作ったわけではない、型を作ったわけではない。すなわち2つの偶然が重なりあって、そこに必然性が出てきた、はい、それが空山空という方の存在なんです、はい、なるほど。ですからもうお分かりになりますね、はい、もともと沖縄側には空山空という方が残ったと、はい、そして空山空という人間の存在を四国で沖縄の漂流民が語ったと、はい、それが合体しただけなんですよ。でもこの合体しただけということがある程度歴史的事実を語っていると思っています。と言いますとどういうことでしょうか。すなわち1700年の中頃に空山空という人間が中国から来て、はい、弟子を多数引き連れてきて、はい、弟子と言いますけど、まあ、人間を多数引き連れてきて空山空という人間が沖縄に来たと、はい、それを時代背景を考えてみると、空山空は1756年に
来流した、すなわち琉球王国に来た前回という殺風氏の護衛官として来たはずです。はい、ですね、これ空山空という方は、トゥーデ作画が1803年か4年ぐらいに持ち帰ってきたであろう、はい、新朝軍、新朝というと新王朝ですね、中国の新王朝軍の肝心部隊、緑衛といいます。旗が緑だったから、はい、緑の衛と書いて緑衛と言いますけど、そこの緑衛のアーナンたち、アーナンというのは護衛官という意味なんです。今、はい、空手の方にアーナンというのがありますね、はい、アーナン空、アーナン公というのは、あれは護衛官という意味です。すなわち護衛官から学んだ方がアーナンという名前なんです。ですからあれ15の方、空手作画は15の方持ち帰ってきてますけど、首里手古流那覇手言ってますけど、そんなの本当はないんですよ、はい、あれ全部中国の軍事教練なんです、はい、中国軍のその中の15の方には、首里手になの後に首里手になった五十将の方とか、パッサイの方もあるわけです、はい、そして新興那覇手が使った、それは郷十郎が使った西延鎮とか、はい、クルルンファまであるわけです。はい、ですからみんな一緒なんですよ、15の方ね。まあ、それは別として、それは緑衛の方なんです、はい、肝心部隊の、すなわち肝民族の部隊なんです。なるほど。で、空山空の方と、はい、どう、空山空は違うっていうことですか。空山空の方は違います。肝心部隊がやった方というのは前に行くんです。はい、あ、そうですね、まあ、山鎮とかは前に行きますね、はい、はいはい、まあ、今の山鎮とは違いますけどね、はい、なるほど、本当は、はい、あれは新興那覇手というか、近代になって郷城流の祖である比嘉女官僚先生が持ち込まれて、かつ宮城長順先生が中国に一度渡られて研究して持って帰ってきて、土石作用なりを入れたわけですから、はい、ですから昔の山鎮、首里山鎮というのは内ファンチ立ちのような形で歩いてたわけです。はい、なるほど、はい、そして西歩行ではないです。すなわち西歩行というのは英語でいうスタティックウォーキングと言います。本当のスタティックエレクトリシティというと静電気という意味です。あ、スタティック、文字通り静的な、ね、ということですね、はい、静です、はいはい、静かな、はい、だから西歩行と言います、ね、スタティックウォーキング、はい、これをやる動きというのは、首里の武士たちが空手を持ち込んできた時にはなかったんです。肝心部隊にはそういう動きはない。あれは近代になって福建省あたりで鶴県と羅漢県、老廃県ですね、はい、が盛んになってそういう動きになっていった。それ以前はそういう動きはない、はい、自然な動き、すなわち同歩行なんです。ダイナミックウォーキングと言います、英語ではね、ではダイナミックウォーキング、はい、同歩行なんです。ですから前方に進んで同歩行で行う、はい、これがトゥーデ作画が1803年か4年頃でしょう、はい、持ち帰ってきた15の方なんです。でもあなたがおっしゃったように空山空というのは違うんです、はい、空山空というのはもともとは今わずかに四刀流あたりで残っていると思います。四方空山空というのがあります。 4つの方角、四方と言いますけど、はい、まあ、四方と言いますけど、はい、そうですね、まあ、四方と言いますけど後ろには行かないですよね、あちら、はい、横に行きますね。あれはそう、横だけなんです、あれ横空山空なんですよ、はい、本当、はい、で 横に行くというのが元々の空山空だったはずです。なぜなら中国明時代、はい、清朝の前の明時代の軍事教練というのは今民間にも残ってますけど、横に行ったはずです、左側に行ったはずです、はい、左側に行って左側から帰ってくる、はい、分かりました。軍事教練だから始めと終わりはちゃんとしとかないと、団体でやりますからもうこんがらがってどうしようもなくなるわけですよ。そうですね、まあ、隊列の方が乱れてと、はい、そう、隊列が乱れるともうどうしようもない、マスゲームができなくなるわけ、はい、ね、ですからその流れで空山空というのは、だから四方空山空、あれは糸須先生がお作りになったって言いますけど、そうじゃなくて糸須先生がお残しになった、残してくれた、あ、保存したと、はい、保存してくださった、だから四方空山空ここに行くんですよ。それで1756年ですかに持ち込んだ空山空なの、はい、この流れだったはずです、はい、なぜ民なんですけど、ここはちょっと複雑なんですけど、ちょっと我慢して聞いてみてください、はい、実は前回、殺風氏として1756年に来た前回というのは、あの人は満州人なんです。おお、なるほど、あ、まあ、満州人というのは清ですね、清の、あ、違いますか。そうです、そうです、満州人は女真族ですね、そう、はい、
そう、満州人を女性に。秦を滅ぼした、秦が滅ぼした民王国というのがあって、それを秦が滅ぼしたわけです、はい、その秦、滅ぼした秦というのは何かというと満州人なんです、はい、満人なんですよ、はい、わかりますね、はい、で民王国をの軍事教練が左側に行って帰ってくる、はい、それもボクシングだったと思います、うん、キックボクシング一種の憲法です、あれが本当の憲法、はい、それを秦王朝が出てきてオーバーカムした、すなわち占領して中国全土を新大秦国にした、大きな秦の国にした、はい、大秦国ですね。それと秦国の満州族の得意とするものは満州相撲なんですよ。なるほど。蒙古相撲、満州、騎馬民族というのは相撲が好きなんですよ、はい、機動力というのは足に頼るんじゃなく馬に頼るから。なるほど。白兵戦は力重視ということですね。そうそう、白兵戦自体も 馬の戦いなんですよあれ、はい、だから馬から落ちた時に組みついて倒して刺すと。なるほど、はい、それですから満州相撲、蒙古相撲だって今大相撲でも全て横綱は蒙古相撲の人たちでしょ。はい、そうですね、モンゴル出身の方が多いです、はい、モンゴル系でしょ、はい、だモンゴル人も満州人も放牧ですから肉が豊富だし、乳製品食べるから体が大きいんですよ。あ、タンパク質豊富っていうことで、はい、はい、タンパク質が豊富、うん、だから自分の体力に依存できる組み技が得意、はい、なるほど。だから寝技はやらない、戦場で寝技なんか使えないから、はい、特に馬乗ってますからね、馬に蹴られちゃう、ね、はっきり言うけど、そうですね、はっきり言うけど、ね、地面で氷猫としてたら馬にパーンってやられちゃう、そういうことはない。だからこれはなるべく早く、シャンがおっしゃる寝技というのは柔術とかでも、まあ、日本でも柔術とかがあります、組合甲冑術とは別物ということでよろしいですか、はいはいはい、いや組合甲冑でも今の寝技みたいなものではね、組みついてすぐ刺す、鎧同士で戦場ではそういう時間しかないんです。だから鎧同士でを抜いて、それも上手い人たちは鎧同士をこういうふうには使わない、前には持ってこない、なぜなら相手に取られちゃうから、はい、だから逆向きにしてやる、鎧で通す、鎧を通す、そこまでやる、まあ、そこは話は別として、満州軍 の方というのは明王朝は文化的に優れてますから、はい、いいですね。満州というのはやっぱり田舎なんですよ。それで文化発達してない、わかりますね、はい、それで彼らは300万人ぐらいしかいなかったはずです、まあ、300万、一見多く感じますけど、中国という大陸を支配するには全然足りないということですね。そう、もう全然足りないわけ、はい、わかりますね。それで彼らが軍事教練を作ろうとしたときに、はい、やっぱり明王朝のそれを上書きしたんだと思います。だから横に行く。なるほど、はい、明王朝、わかりますね、明王朝というのは文化的にはすごく優れてるから、はい、それを、まあ、俗な言葉で言えばパクった、はい、うん、なるほど、ね、上書きしたわけです、はい、それが空山空です。それを沖縄の文化というのは日本文化と一緒ですから、お辞儀をして左に行くっていうのが非常にやっぱり生理的に合わない、はい、やっぱり不自然なんです、はい、我々の文化から見れば不自然なの、はい、だからそれをまっすぐ前にした、それが首里の武士たちです。それの代々あと1世代か2世代続いた時に松村宗君という天才が現れて、今の松村の空山空みたいなのを作った、はい、そういうもんだと思います。空山空はもともと横ではあったけど、うん、まあ、日本人としては、はい、まあ、沖縄の人間としては感覚的に合わないので、まっすぐに、そう、まっすぐに持っていった。それでですね、質問の仕様に入ってきますけど、昔の沖縄では中国の真似事をして物を作るという身体操作はあまりなかったはずです。それで素手の都市格闘技というのはあまり必要性はなかったんだと思います、はい、なぜかというと昔の沖縄の武士たちっていうのは今だいぶ誤解されて、まあ徐々に誤解解けてますけど、剣なんですよ、はい、うん、日本刀なんです、使うのは、はい、あれ剣を持ってなかったっていうのは、剣を公にパブリックのプロレス場所で持ってはいけないけど、室内で稽古する分には十分だったんです、はい、で松村っていうのは剣の名人としてほかまという人間と共に双璧を歌われてますから、はい、うん、そうですね、はい、松村宗君という男の怖さというのはですね、これは蔡家すなわち古城家が言ってますけどね、はい、松村は中国行った時は、中国に松村が行った時は中国の人間は
県の首相として対応したと。中国でも知られていたということなんですね。そう、県の首相として待遇されていたと、はい、そのぐらい持ってるわけです、はい、で彼らの持ってる県とで昔の T というのは古流の柔術なんですよ、はい、それと明時代の憲法なんです、はい、明時代の憲法というのはこれいつか本でちゃんと明確にしますけど、それが合わさったのが沖縄古来の T というものなんですよ、はい、分かりますね。でもそれさえあればよかったわけです、はい、県と県があって T があったと。そうですね、はい、まあ、T というのは県も入りますけどね、その日本剣術があって沖縄武術があったわけです、はい、その沖縄武術というのは T なわけ、はい、日本古来の都市格闘技とすれば日本古来の柔術と明時代に入ってきた憲法です、はい、突き蹴りの技、打撃系の技、はい、それあれば十分だったわけ、はい、そして沖縄は平和ですから別に都市格闘技がうんぬんという時代はあんまりなかった。あ、なるほど。ということは高村君が来た時は、まあ、それほど需要がなかったでしょうかね。そう、需要もなかったですから細々ではあるけどあったけど、ただ自分私の言葉自体に矛盾が生じるようですけど、徐々に風雲の時代には入っていったわけです、はい、そうですね、わかりますね、はい、外国船が入ってくる、はい、すなわち西洋の船が入ってくる、かつ中国がだんだんやばくなっていく、はい、すなわち中国に西洋の圧力が入ってくる、はい、すなわち1800年代になりますと、1800年代になるとアヘン戦争が2回起こってますよね、はい、アヘン戦争、アローゴー事件が起こりますね、はい、それで、はい、満州軍、満州八旗というのが言ったんです。八旗と八つの旗って書きますけどね、はい、満州八旗は、あれはですね、太平天国の時代もちょうどその時代なんですけど、はい、太平天国の乱で満州八旗、その前の乱にもあったんですけど、はい、満州八旗が3代続いてもう軍隊としての力が全然ないってバレてしまったんです。あ、堕落してしまって、まあ、だん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 貴族化して元の強かった軍隊がっていうことですね、はい、もう全然ダメになっちゃった、はい、すると今度は漢人八旗というのを作ったわけ。漢人八旗って作ったっていうよりは、あ、これですね、これは太平天国の前の三藩の乱というのがあるんです、はい、三つの藩ね、藩というのは、はい、薩摩藩とかそういう藩ね、はい、三藩の乱というのがあって、この三人の武将がいまして、それは明王朝からの武人なんです。はい、そして秦というのは満州から来てますから北ですね、はい、北から南に行くんだけど明王朝の昔の部族たちがいてそこまで入っていけないわけ。あ、はい、なるほど。300万人しかいなかった満州人ですから、そう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 、そう入っていけなかったわけ、はい、するとこの南の方は明の連中をもう雇ってしまったわけ。はい、敵だったのを自分の懐に入れちゃったわけ、はい、もあんたたち権利も勢力も保証するから新王朝に入ってっていうことで、はい入りましょうと言って入ったわけ、はい、だから沖縄人が常に交易してた福建省なんかすべて明の文化政治制度はそのまま残ってたわけ、はい、だから明の空手の方、明時代の憲法の方ずっと残ってて、はい、それで三藩の乱というのは最後はあれは後期帝ですかね、はい、新王朝の三代目の王様、後期帝、まあヌルハチから数えたら四代目かな、後期帝によってこの三藩の霊は征伐されて全部滅亡してしまうんです、はい、それでもその時に三藩の霊乱人で満人八旗はまるで役に立たないと、はい、そのために漢人八旗が生まれてきたわけ、はいね、昔からあった連中をもうどん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 取り立てていって、はい、漢人の部隊の方が強くなっていったわけ、はい、そして漢人というのは前も言ったように緑営なわけ、はい、ね、緑の旗を持ってるから、それで空手の誕生にとって非常に重要になる福建省あたりは全て漢人部隊なわけ、はい、なるほど。だから空山空とトゥーデサクが持ってきた方がなぜ違って、その理由はどういうものなのかって時代背景を分かれば、わざわざ沖縄の人間が満人八旗あたりの技を持っている方を作るわけがないわけ、はい、作る必要もないわけ、はい、だからこれはやっぱり中国人、特にそうですね、空山空の場合は満人なんでしょう、はい、すなわちこの殺風氏自体が満人ですから、はい、満州人ですから、高宗君という人も同じ郷土というか山東省あたりから、すなわち北の人間を
護衛官として連れてきたと思います、はい、だって南は肝心なんだから、わかりますね、はい、で徐々に肝心の力が大きくなっていって、沖縄に派遣される連中もそれ以後はもう大体肝心になってます、はい、でも初期の頃はやっぱり満州人が来てます。前漢というのは中国をちゃんと書けなかったという話もあるぐらいですから、わかりますか、はい、そうですね、ですから、うん、前漢に付随した文漢がちゃんとあの筆記を書いてます、はい、殺風史というのは日記を残さないといけないんですよ、はい、ね、あの記録として、はい、すなわち報告書、うん、それは前漢が書かずにから中国語が書けなかったから、武漢が書いてます、はい、うん、そのぐらいまだあの地域差があったわけ、はい、分かりますね。ですからその地域差をいかにして理解するかで、沖縄空手というのが一体どのような歴史をたどってきたか理解できるわけです。なるほど。でそれの一番いい例がこのトゥーデ作画の15の方とクーシャンクーの温度の違いというのがあると思います。なるほど、面白い話ですね。まあ、この空尺の持ってきた方と満人の方と緑英の方、当時作画が持ってきた方の違いっていうのは、まあ、またこれから後々聞いていきたいなと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ということで OK です。あ、目標はこれだけにしましょう。これで終わりにしましょう。